あなたはどんな風に僕を思ってくれるのかな。すまないね。ただ会いたいなんて理由で急に呼び出して、少し後悔しているよ。食事中でさえこんなに慌てているんだから、あなたが最近どう過ごしているかも想像がつく。急に会う予定を入れたせいで、あなたを余計に忙しくさせてしまった。僕のわがままであなたを追い詰めたくはなかったんだけど。
そう言ってくれるのは嬉しいけど、これからもっと忙しくなるんだよね。それなら他のことは一旦忘れて、今はやるべきことに専念してほしい。もしあなたが過労で倒れたりしたら、心配するのは僕の方だから。それにさっきあなたが言ってくれた言葉だけで、今日のデートは僕にとって十分特別なものになった。仕事が一段落したらまたゆっくり会おう。それまでの間はあなたのことを考えるだけで日々を過ごせる能力でも鍛えておこうかな。そういえば数日前、クリームがまたうちに来たんだ。うん、連絡してみたら今回も地方へ医療支援に行っているらしい。あなたの仕事が落ち着いたらまた一緒にクリームの世話をしようか。あの子もきっとあなたに会いたがっているだろうから。僕の眠りを邪魔するなんて、随分と大胆になったね。猫をかぶって逃げるつもり？僕には通用しないよ。最近はドアを開けたり冷蔵庫を開けたり、次は鍵でも開けられるようになるのかな。いや、もう開けられるのか。もしかして飼い主さんに会いたくなったのかい？彼は忙しい。あの人みたいにとても忙しいんだ。だから我慢することも覚えないと。僕みたいにあの人を思うだけで一人の時間を過ごせるよう鍛えるんだ。いいね。さっきから何を見て。
どうしてここに？いつ上がってきたんだい？どこを見ているのかな？もしかして猫を助けに来たのかい？答えないということは僕を助けに来たんだね。さっきあなたも聞いた通り、僕は猫相手にあなたの悪口を言うほどになってしまった。それはどうしてだと思う？少し待ってて。僕がクリームの食事を減らしたのは彼に起こされたからだと思っているのかな？それは僕の配慮が行き届いていると褒めてくれているのかい？でも今回はあまり深い意味はないかな。さっき彼の食事を減らしたのは最近クリームの食欲がなくて食べる量が減っているからなんだ。余ったキャットフードをそのままにしておくと湿気てしまうし雑菌も繁殖しやすくなる。だから少し戻しておいたんだよ。僕を叩き起こした件については、彼が元気になったら勝手にドアや冷蔵庫を開けたりするいたずらとまとめて清算してもらうことにしよう。何を笑っているんだい？つまり今朝の僕の失態を笑っていると？
そうかもしれないね。少なくとも僕の縄張り意識が強いのは間違いない。僕にとって寝室というプライベートな空間は誰でも入っていい場所じゃないんだ。特に僕が寝ている時は。大丈夫、あなたは特別だから。人は眠っている間、どうしても無防備になる。そして、起きている時に仕方なくつけている様々な仮面も、その間は剥がれやすくなってしまう。言い換えれば、寝ている間は人の弱さや醜さが最も露見しやすくなるということ。だから一般的に、とりわけ親しい相手やお互いを知り尽くしている相手以外に、人はそういう一面を見せたがらない。うん、確かに似ているかもしれない。でも今のところ僕の寝室に自由に出入りできて、僕が起こされても怒る気にならないのはどこかの誰かさんだけだろうね。はあ、僕の弱点はいつでも疲れてしまいそうだ。そうだね、触られるのを嫌がるのは弱点を守ろうとする彼らの本能なのかもしれない。弱点を安心して飼い主に預け、触られても怒らない猫はそれだけ主人のことを信頼して愛しているんだろうね。もしかすると彼らは主人が自分たちを傷つけることなんてないと理解しているから。少しくらい不満があっても我慢すれば済むことだと自分を納得させているのかもしれない。今日のクリームは本当に様子が変だね。彼と遊んで反応を見てみようか。もし元気がないままだったら病院に連れて行ってあげよう。この反応はさすがに変だ。今すぐ動物病院に連れて行こう。
それで友人の猫の健康診断をお願いしたいんです。どこか悪いから元気がないのかと思いまして。わかりました。とりあえず検査してみましょう。ただの検査だから、誰も君を傷つけたりしないよ。わん。警戒心が強い子みたいですね。このままだと余計に体調を悪くさせてしまうかもしれません。飼い主さんに連絡を取ることはできますか？よく知っている声を聞けば少しはリラックスできるでしょう。わかりました。どうやら取り込み中みたいだね。確かに、あなたの言う通りかもしれない。はあ、一番の悩みの種は、あの子が賢すぎるということかもしれません。そうですね。好きな食べ物は、ああそうそう、魚味のキャットフードや缶詰はどれも好きみたいです。ただ食いしん坊なので食べ過ぎないようにだけ注意してもらえれば。ありがとうございます。ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。クリームは賢い猫だから、自分の好きな人が自分にとって一番大切でかけがえのない人が誰なのかよく分かっているんだろうね。一見クールで素っ気なくても人に負けないくらい豊かな感情と執着心を持っている。だからこそ高畑先生の声だけでも彼に大きな影響を与えたんだ。そういうわけではないけど、ただ最近少し似たような経験をしたものでね。
ええ、猫はただ聞こえてくる音楽よりも動いているものに興味を持つからね。それに以前にも似たような方法を使ったことがあるんだ。この子に聞くかどうかはわからないけど。詳しいことは後で話すよ。効果があったなら何よりだ。こういったことに詳しいわけではないけど、学生時代に似たような状況になったことがあって、その時の経験が役に立ってよかった。うん、スウォルトにいた頃、僕が音楽室で練習していると、いつも数匹の猫が窓際に寄ってきて、僕が演奏する曲を変えるたびに猫たちの反応も変わることに偶然気がついたんだ。もちろん猫自身の性格や習慣も影響してくるだろうけど、ゆったりしたクラシックの方が彼らの負の感情を和らげることが多かった気がしてね。君を見ていると時々既視感を覚えてしまう。大切な人がそばにいなくて、会いたくても会えないというのは本当に辛いことだよね。相手のことを思って一人の時間をしのぐことはできても、感情や心の変化は自分ではコントロールできない。だからこそあの人が現れた時、たとえ声だけだったとしても計り知れない影響をもたらすんだ。この前話した弱点のことを覚えているかい？その時に言いそびれたことがあってね。人だろうと動物だろうと、自分にとってかけがえのない存在に出会った時、弱点は自然と相手に握られることになる。
己の喜怒哀楽もありとあらゆる欲求も相手に掌握されコントロールされてしまう。そしてその瞬間から どれほど高貴で矜持のある猫だったとしても抵抗する術を失ってしまうんだ。意義があるのかい？でも僕たちが工夫を凝らしていろいろな方法や手段を講じているのに比べて、高畑先生は声だけで君を喜ばせた。君の弱点は間違いなく彼に握られているんじゃないかな。また甘えたくなったのかい？でも今回は正しい相手を見つけたようだね。ええ、検査の結果は全て異常なしでした。動物病院は、高畑先生から録音が届いた。行こう。今度こそクリームを元気づけられるはずだ。
ん？どうかしたのかい？どうぞ。僕の前で遠慮はいらないよ。確かに辛いけど、もうすぐ会えると自分に言い聞かせて、近づいてくる希望で寂しいという感情を押し殺していれば、なんとか耐えられる。いつ気づいてくれるのかなと思っていたよ。それに気づくのはあなたの役目で、僕のせいではないと思うけど。やめないで。気持ちいいんだ。前回二人で一緒に過ごした時から、すでに15日と15時間23分が経過している。死者誤入すると16日間も会っていないことになるね。僕はあなたと一緒にいられる時間だけじゃなく、会えない日々も気にかけているから。でもあなたには僕を躊躇させる正当な理由がある。あなたが情熱を注いでいる仕事だ。その情熱を尊重して仕事に専念してもらうために、僕は一歩引いてあなたを思いながら日々を過ごすしかなかった。寂しさに耐え、あなたに会いたいという衝動を抑えるのは僕が思っていたより難しいことだった。だからあなたが埋め合わせしてくれないかな。頭を撫でてもらうだけじゃ到底満足できそうにないんだ。
それから？でも今はもう少しこのままで。今回のことは仕方がなかったんだ。クリームにとってもああいう一時しのぎの方法でしか飼い主への恋しさから来る焦りや不安を和らげることはできなかった。もし僕が遠いところに出張に行くことになって、しばらく戻ってくることも電話をすることもできなくなったとしたら、あなたはどんなふうに僕を思ってくれるのかな。そんな状況は考えたくもないから、その質問にも答えられないかもしれない。半月でも我慢の限界だったのに、もし本当に。今日のクリームは一段と元気だね。臨時の飼い主たちの VIP サービスをせかしに来るなんて。それまでの間はあなたのことを考えるだけで日々を過ごせる能力でも鍛えておこうかな。僕が起こされても怒る気にならないのはどこかの誰かさんだけだろうね。はあ、僕の弱点はいつでも疲れてしまいそうだ。人だろうと動物だろうと、自分にとってかけがえのない存在に出会った時、弱点は自然と相手に握られることになる。
己の喜怒哀楽もありとあらゆる欲求も相手に掌握されコントロールされてしまう。もし僕が遠いところに出張に行くことになってしばらく戻ってくることも電話をすることもできなくなったとしたら、あなたはどんなふうに僕を思ってくれるのかな。起きたのかい？さっきクリームがこっちに走ってきたから、あなたの眠りを邪魔する前に連れて行こうと思ったんだけど、あなたが急に目を覚まして。僕が夢に？なるほど。さっき2曲くらい弾き終わって振り向いたら、あなたが気持ちよさそうに眠っていてね。寝言も言っていたみたいだったから近くで聞いてみたくなったんだ。恋しいとかあまりよく聞こえなかった。それで離れようとしたら、なぜかあなたはこうやって僕の首に腕を回してきたわけだけど、よければ僕に教えてくれないかな。こんなことをするなんて、あなたは一体どんな夢を見ていたんだい？今度こそ目が覚めたようだね。何を触っているんだい？僕が本当に猫みたいな反応をすると思った？生き物の弱点はそれぞれ異なっている。僕の弱点についてはあなたの方がよく知っていると思っていたけど、まだ話してくれないんだね。僕の弱点はそんなに触り心地がいい？
僕といたずら好きのクリームとではまだまだたくさん違いがあると思うよ。例えば今この瞬間、僕はあなたのそばにいて、あなたが僕を思う気持ちの重さも僕より軽いわけではないと感じることができる。おはよう。邪魔してしまったかな。まだ眠そうだね。すぐに返信が来たからもう起きていると思って、すまない。確かにメールするタイミングが良かったのかもね。ちょうど目が覚めた時に気づくなんて。急用ではないよ。ただ高畑先生が戻ってきたから午後にクリームを迎えに来るんだ。それでもし午後空いているなら一緒に見送ろうと思って。どうしたの？予定があるのか、それともクリームに帰ってほしくないのかい？後者か。実は今日連絡があった時、僕もそう思ったんだ。可愛いのはもちろん、それ以外にもあの子のおかげで僕たちは癒されたからね。でも彼にとって大切な人のもとに帰れることが一番の幸せだ。クリームに手作りのプレゼントを贈りたい？いいね。何を作るんだい？悩んでるなら手芸店にでも行ってみようか。アイデアが浮かぶかもしれない。そうだね。どんなものだろうと、クリームはきっと気に入ってくれる。もちろん一緒に行くよ。ただあまり詳しくないから、あなたが教えてくれるかな。それじゃあ、早速出かけようか。クリームと一緒に迎えに行くよ。彼も、あなたに会いたがってる。うん、待ってて。すぐに行くから。